大沼公園駅は、北海道亀田郡七内町阿座大沼町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H67。電報略号は OE。事務官コードは14109。特急、北斗が停車し、朝には函館方面からの当駅折り返し列車が1本のみ、設定されている。1976年の大沼公園駅と、 周囲約1キロメートル範囲。下が函館方面。下から右へカーブして、向かうのは、沢原市選手壁、森方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅近隣の観光地名より、短式ホーム一面一線を有する地上駅、道内の特急停車駅のうち、 旅客乗降用のホーム及び線路が一本しかないのは、当駅と湧か内駅のみである。その他ホームのない側線を一線有する。この側線は留置線であり、大沼駅発着の列車が待機している場合がある。ものの、乗降はできない。また当駅での列車交換もできない。大沼駅管理の業務委託駅となっている。駅舎は、校内の東側に位置し、 ホーム中央部分に接している。改築されつつ、以前からの形状を維持した重厚感があるレトロな雰囲気の建物である。また、トイレを有する。駅舎には8時30分から18時10分まで営業している緑の窓口と自動券売機がある。箱館て開発売店も存在するものの、2017年現在は無期限休業中である。休憩予測で、 本来は5月から10月までの季節営業だった。紅葉が映える水橋の駅と記載された私の旅スタンプが設置されている。特急、北斗の隣の停車駅は各列車記事を参照。ありがとうございます。